ございます。今カナダのカーサローマスパダイナミュージアム、じゃあカーサローマに来ております。スパダイナミュージアム、スパダイナは駅とかの名前で違うけど、ここはカーサローマです。カーサローマって有名なお城みたいなやつですね。ちょっとだけ撮ろうかと思います。This is カーサローマですね。めっちゃブレるな。ちょっとしんどいな。最近ちょっと疲れてますね。観光とかもめっちゃしてるけど、ちょっと疲れてる感じなんですけど、あんまカナダってこうやって撮影してる人がいないんですよね。撮っていいのかさえも法律とかよく知らないんですけど、ちょっとじゃあ分かって、まあすごいな、伝われへんけど、思ったよりなんか現代的な白さですね。あんま伝わらないかもしれないですけど、 3D で見ると結構綺麗な白です。硬さはあるけど、なんか硬いな、なんか普通ですね。普通の白って作り直してると思って、でもすごいですねこの辺は。まあ普通だよ、カナダの街中にもこのぐらいやったらあるけど、白すぎてなんか歴史は感じないですね。作り直してるんですね、綺麗だね。じゃあ中入りましょうか。入ろう。うん、当たり前のように写真を構えるという、当たり前のように写真を構えるという技術です。はあ、朝で今朝の10時ぐらいですね。昨日はよく眠れましたけど、すごい雰囲気変わりましたね。すごいな、上がった方がいいな。絨毯みたいな生地ですね、デコボコして。チケット入れみたいですね。